MOS ワード二千十三対策講座この講座を担当します滝口ですよろしくお願いします今回はこちらの MOS という資格がどういった資格なのか試験はどういったスタイルで行われるのかそして今回のこの講座どういった講座になるのかガイダンスということでご紹介をしていきたいと思います それでは早速まずはですね MOS という講座 MOS という資格がですねどういう資格なのか見ておきましょう MOS はマイクロソフトオフィススペシャリストの略称ですその名の通りもう皆さんご存知だと思いますマイクロソフトオフィスワールドエクセルをヒットにさまざまなソフトウェアが入っているパッケージですねこちらマイクロソフトオフィスのスキルを証明することができる資格になります 主催団体はマイクロソフトですので当然世界中で同様の試験が実施されています日本でももうかなり昔からですね実施されていまして日本国内だけでも累計合格者は340万人を突破していますそういった意味で非常に知名度は高いということができると思いますあとは MOS の一番の特徴だと思います アプリケーションごと要するにワードならワードだけエクセルならエクセルだけそしてさらにですねバージョンごとに例えばワード2007パワーポイント2010といった形でバラバララに試験が実施されますですので例えばワードは得意なんだけれどもエクセルは苦手だなといった場合にはワードの試験だけを受けてちゃんとこのスキル証明をすることができる。 全部ができなくても大丈夫なんですよといったところが大きな特徴だと思いますちなみにですねワールドとエクセルに限って言いますとスペシャリストレベルと呼ばれるまあ一般レベルですねこちらとエキスパートレベル上級レベルというものが用意されていますまあそういう意味ではもうですねまあ世界中で使われていると先ほど申し上げた通りさらには受験者数合格者数も多いですのでもう OA スキル評価この中ではもうデファクトスタンダード もう当然のことながら、まあ、企業の人事の方を含めてもう日本中世界中のビジネスマンがもうこの資格については知っているとこれを取っていればあオフィスきちんと使えるんだなというふうに評価してもらえる資格なんですよということでぜひですね目指していただきたい資格になっています。で、えー、でははここのの試験の特徴少ししおおさらいしておきますますずはであること これは要するにコンピューターを利用して実際にこのオフィスのソフトウェアを操作していただくという形式の試験になっています当然コンピューターで試験をしましてその試験の内容まあ要するに操作の内容もその場でジャッジしていますですので試験が終わりましたらもうその場で合否判定まで出てしまいますもう本当に一瞬でですねもう合格です不合格ですという結果が出てきます えー、テストセンターでは、まあ、その合格の、えー、合否の結果は確認できますが、まあ、正式な、えー、合格の証明書は、えー、後日ですねきちんとマイクロソフトから送られてきますけれども、まあ、そういう意味ではもうすぐにあ終わったからじゃあ次のステップへというところの切り替え、まあ、いつまでたってもこうです、ね、合否がわからないからちょっとこう中途半端な期間がある、えー、そういったことはなくて済みます。 さらにですねこれはあのちょっと場所が限られてしまうんですが公式のテストセンターこれがお近くにあればですねこれほぼ毎日受験ができる体制が整っています。もう試験前日にこのテストセンターのホームページなどを確認していただいて席がですね一席でも空いていればもう申し込むことができます。もちろんこのテストセンターがない場合お近くにない場合にはこちら一斉試験日であれば多くのパソコンスクール様でも受験が可能です。 えー、もしもですね、えー、お近くにパソコンスクールさんがあればそこで、えー、実施されてるのかどうか、えー、お問い合わせをしてみて頂ければと思います。えー、なおですね、えー、受験料ですけれども、えー、MOS2013 バージョンについては、えー、税別で9800円、まあ、税込みで1万584円となっています。 こちらですは、ねまあ、比較的高いなというふうな印象をお持ちかもしれませんけれども当然先ほども申し上げたとおり知名度抜群ですからそういった意味では十分お釣りが出るお釣りが来る資格だというふうに理解しておいてください。というわけで非常にですね特にこの合否判定がすぐ出る。 ととと、といいいいうところを考えていただだくと非常に効率のいい資格だと思います。まあ、よくですね、あの履歴書の資格欄にですね、何か書ける資格を増やしたいとかそういうことを言われる方がいますけれども、まあ、そういった時にまずワードを受けてただもうその日で合否判定分かりますからもうすぐにその日からもう次の日からエクセルの勉強が始められるこういった資格あとはですね、まあ、先ほども申し上げましたがいつでも受けられる。 例えば年に一回とか年に二回しかない試験ですとどうしてもそこに無駄が生じますけれども、そういったものもないという意味でやはりこの MOS 試験のまあ人気の一つになっていますね。はい、それでは次に続いて MOS2013 の特徴です。まあ特にポイントとしてチェックとつけました。実はですね今回の MOS2013 から試験の方式が大幅に変更になっています。 実はこれまで2010の試験ですと1問1答形式、まあ、例えばですねこれこれこういう操作をしてくださいといって画面が出てきて操作をしますそして次へと押すともう全然また違うファイルが出てきてまた次この操作をしてくださいもうこれをずっとですね要は一問一問出てくるファイルも変更になって一つの操作だけをやるこれを繰り返していくのが今までのスタイル。 それに対して2013からはまより実践的になったと言えると思います一つのファイルを50分かけて作っていくというスタイルになります具体的にはですねこのような形になっていますま要するにこちらウィンドウ操作ウィンドウはこれまで通りありますがま今まではこちらが1問だけしか問題が出てなかったんですね1問問題があって操作をしたら次へ押す という流れだったものが、今回はこのファイルに対して行うべき操作がこのインストラクションウィンドウというところにも一気に全部ずっと20文近くですね、並んでいるというスタイルになっています。ですからこれを上から順番に行っていくという形ですね。あともう一つ大きな特徴としてはこちらサンプルウィンドウというのが出てきました。サンプルウィンドウはこれ完成イメージになります。 ちょっとこの画面ですと小さいですが実際の試験ですとここをクリックしますと大きな画面でですねこの完成イメージを確認することができますですのでこの完成イメージも見ながらですね実際にその同じようなファイルをまさにですね業務のように仕事のように作っていただくこれが今回の MOS2013 の大きな変更点であり特徴であると。 我々教える側からするとようやくあの実践的な試験になってきたなという意味でまあ非常に評価は良くなっていますね。ぜひ皆さんもこちらまあやりがいを感じてチャレンジしてみてもらえれば嬉しいです。さてで対策講座になります。まあ先ほどご紹介した通り今回ですね成果物を完成させるという形になりました。要するにまあ試験としては非常に連続性のある問題になっています。ですのでまあ一箇所つまずいてしまうとまあ後ろが総崩れという可能性もゼロではありません。 そういう意味では今までよりもまあよりり苦手ななな部分ががいいという実力が必要になります、まあ、これまでですとまあ苦手な場所が1か所2か所あってもですね得意な部分があればそこで十分点数が取れましたただこればかりは今回ばかりはですね運が悪ければその偶然苦手なところが前半に出てきてしまったせいで後ろ総崩れという可能性があります。 ですからポイントとしては得意ななとこころろをを伸ばすすのももちろんですけれども、ちんんでけれれど苦手がない、い。目指してて皆ささ頑張ってくださいそして私の方でもこの苦手皆さんが苦手だなと感じるところを克服できるために今回は今まで以上に細かい単元に分けてコツコツと自分の苦手なところだけ集中して勉強できるようなそういった構成を心がけていきたいと思います。 さらにですね、今回まあこの一貫してこう一つのファイルを作るというスタイルになった都合上をまあ非常に出やすいポイントというのがはっきりしてきていました。ですので、まあそういった意味ではですね、その出やすいポイントについてもまあ細かく解説をしていければというふうに考えています。ぜひご期待ください。